クララ白書は日本の作家、氷室紗サ子による札幌の女子高寄宿舎を舞台にした少女小説シリーズ。表質の実質的なプロデビュー作。集英社コバルト文庫から刊行されている。クララ白書パート2までが中等化編で、それぞれ文庫版、単行本、真相文庫版がある。続編のアグネス白書とアグネス白書パート2は高等化編である。 札幌のカトリック系女子校、特進学園中等科3年生の桂ツ忍は、父の転勤と家族の引っ越しという過程の事情で、中等科3年から、付属寄宿舎のクララ社へ入ることになった。ところが、クララに中途入社する3年生には、ひときわユニークな入社テストというものが課せられるのだった。シーノは同時に入社してきた、転入生、マッキーと吉カと共に、 入社テストに向けて策を練る。そのテストというのが、真夜中に調理室へ忍び込み、全社成分のドーナツをあげることだった。第一章、ドーナツ層で惜しいのは、学園の有名人で友人たちに引き止められたこともあり、家族が九州に転勤したのについていかず、寄宿に入ることにした。しかし寄宿舎では、上級生は下級生から、 ある程度の報酬を受けることができる特典があるため、3年から入社するのは不公平だとの声があり、毎年途中入社生は入社テストを受けなければならない。シーノは同じく途中入社の転校生マッキーとキッカと共に45人分のドーナツをあげることになったが、二人は共に個性的な性格で一向に話は進まない。しかし有馬美子やきらめきの二次子女子の協力などもあって、 無事にドーナツをあげることに成功した。第2章、ストレインジャー・アイ・マッキーの気候が少しずつ明らかになる。すっかり仲良くなったものの、マッキーに対する様々な謎に対して、シーノとキッカーあれこれ想像をするが、キッカーの父親がマッキーの父親と知り合いであったために断片的ながらも情報が入ってくるが、その内容も気候を裏付けるものばかり。一方で、 坂田コーナが不注意から洗濯物干し場でブラを上級生のブラウスにかかってしまう事件が起こり、監修からコーナはバラを一輪ずつ送って謝罪することになって、シーノは有馬美子に同じクラスのの花屋の子にお願いするよう依頼される。それを聞いていたマッキーは美しい習慣だと感嘆し、わざと下着を学園のアイドルである清らなる椿姫子と白磁のハンカチの上に落とす。 もちろん大事件となり、さらに騒ぎを大きくするようにうるさ型の吉田さんが、実家から戻ってくるが、彼女は、マッキーの知り合いだった。そのため、マッキーが、白字にちょっかいをかけたかったのだと、瞬時に理解し、マッキー願い虚しく無罪方面とさせられてしまう。その後、死の時かは、様々な噂を直に、マッキーに問いただすが、思ったようなひどい真実ではなかったものの、 奇壁を裏付けるものでしかなかった。しかし呆れながらも、二人は、マッキーとの友情を再認識するのであった。第三章、下級生登場プラス1シーノの馬は、体育祭の騎馬戦では、優勝候補に挙げられていたが、鈴木夢美を騎手とする馬に必要に追いかけられ、夢美の馬に対する卑怯な攻撃でバランスを崩した、シーノは落馬してしまった。 慌てて、それを防ごうとした夢見にジャージを掴まれたために、上半身が脱げてしまいあられもない姿を晒した上に、右足念座、左足の生爪めを剥がす、右手に先症、顔に引っかき症と、満身創意の状態。しかもその後に見舞いにやってきた夢見たちであるが、他の三人が謝るのに対して、夢見は膨れっ面。あげくに、器用な落ち方をしたなどと吹い腸している始末。 シーノは、あからさまな敵意に落ち込み、さらに学校指定の伊沢病院までは遠く、バスは、ラッシュ状態で、両足を怪我をしている状態では二日に一度の、通院は、困難を極めていた。ある日、病院で出会った青年は本を剥がした爪の上に、落とした。ことぶき家光太郎と名乗るその青年は、お詫びにと車で送り、以後の送迎も任せろと言い出す。 真意がつかめないままとりあえず行為に甘えることにした、シーノだが最後の日になるまで送り迎え以外の何事も起きない。しかしふとしたことから真実が発覚した。実は幸太郎は夢見のいとこであり、素直になれなかった夢見がシーノのために送迎を頼んだのであった。第4章、ストレインジャーツーマッキーと共に、すっかり菊花の親友となったと思っていたシーノであるが、 様々な筋から喫茶が5年の向井さんと仲が良いと聞き、嫉妬に悩む。コーナーからの証言は、ともかく、これ見よがしにシーノの前を通した夢見のメモには、喫茶が真夜中に禁止されているアグネスへの訪問を行っているとの証言があった。夢見を質問する者の,の、シーノ自身が確かめた、それは真実であった。マッキーと共に喫茶の後を追いかけて、 アグネス社の向井さんの部屋の前に立つ二人であるが、あてて、向井さんに部屋に引き入れられる。マッキーの行過ぎた想像と異なり、キッカは、向井さんの部屋で漫画を描いていた。キッカが漫画家志望であり、漫画を描く時間を確保するために、クララに来たと知る二人。第五章、その前夜学園の二大イベントの一つの文化祭が、近づくものの、夏休みが明けても一向に、中等科は、 演目が決まらない。去年の主演女優賞を獲得したシーノはもちろん本人の気持ちとは逆にキャスティングの最有力候補であった。そして特に下級生から人気のマッキーが主演男優の有力候補でもある。しかし三冠が狙うラブシーンの情報が早くも学園を駆け巡り人気者であるシーノは発起人を別にしたカツ忍のキスシーンを阻止する。 署名が二つも回り、荒崎明美の中撃を死没化しているという抗議文も届けられる。特に後者の存在で三冠は C のキャスティングできず、演目が決まらないのであった。結局マッキーという目見で、湖を演じることになった。昨年は、スターの丸井さんに釣られたものの、本来は劇に出たくない C のは、ほっとする。ところが、今度は、きらめきの二次子女子に呼び出され、 小文献の劇に出るように要請される。ドーナツ揚げの際の借りがある上に、相手役が奇跡の高木さんであったこともあり、断れず承諾するシーノ。だが、当然これはセンセーションを巻き起こし、シーノは参観たちに詰め寄られるものの、小文献の劇を降板することはできなかった。さらに高木さんのファンクラブである大奥にシーノは嫌がらせを受けるが、 憧れの高木さんと共演できて実は嬉しいシーノであった。しかし、一方で中劇では突然夢見が出演をしぶり出した。なりゆきでシーノが説得することになったが、シーノは意外なことを知る。実は、夢見はシーノの崇拝者であった。そしてシーノが中劇に出ないどころか古文献で、学園一のスター奇跡の高木さんと共演することを知り、だだをこねていたのであった。 しかしこれ以上強がることができず、とうとう自分の気持ちを告白したのである。結局シーノが出なさいと言ったために、無事夢見が中撃に出ることになった。キッカはそれを聞き、さもありなんとうなずく。文化祭前日、キッカにも嬉しい知らせが届く。投稿作品が努力賞に入ったのであった。シーノ、マッキー、キッカの三人は、 特別にシーノのルームメイトにベッドをその日だけ変わってもらい、それぞれ明日の劇でのセリフや将来への希望などを点でに語りながら夜も更けていくのであった。第一章、ラブレター大作戦文化祭は成功に終わり、人気投票で古文献には僅差で破れたものの、中劇は満足すべき結果に終わった。その後、マッキーには他校からのラブレターが、 毎日のように舞い込むようになる。しかしある日、東高の大津田文と名乗る人物からシーノにラブレターが届く。人生で初めての経験入頂点になるが、三冠に冷静にいつ会うのかと言われ、一遍に冷めてしまう。もらったことは嬉しかったものの、会うことまでは考えても見なかったのだ。会わないつもりであったシーノだが、大津くんの知り合いである上級生から呼び出しを受け、 デートの段取りをつけられてしまう。仕方なく、デートでの心得をきっかけちから受けるシーノ。そこへ夢見を通してあてて光太郎が電話をかけて、来るが、ふとした一言でシーノは怒って、電話を切ってしまう。当日、その上級生の手違いで、大津君は別の出口でシーノを待っていた。そうとは知らないシーノは、ナンパナんに絡まれてしまう。慌てて、 助けに飛び出すのは、それぞれ内緒でついてきた、マッキー、きっかくみと、タ太郎であった。そこへもしかしたら、手違いがあったのかとこちらの出口にもやってきた、オーツ君だが、この時点で、初デートは無茶苦茶なものになってしまう。当然のようについてくるマッキーたちやコータ太郎に、オーツ君も萎縮し、結局散々な結果に終わってしまう。しかしシーノは、まだ私には早かったのだと思い、 どちらにしろ、王つく君とは合わなかっただろうと思うのであった。第2章、幻猫、ユリウスのカしシーは最近トイレでよる猫の鳴き声と不思議な声を聞き、すっかり怯えていたが、誰からも相手にされない。クララ社長のアリマミコのところには、アグネス社長の二次子女子が訪ねてきており、最近アグネスで寄宿やぶりが頻発して、シスターがそれに気づいたらしいことを伝えに来ていた。 誰からも相手にされないシーノは、化け猫の正体を暴こうとした際に、シスターに追加され、偶然その時に物音がしたため、シスターが5年の長谷尾さんの寄宿破りを発見した際に居合わせてしまい、長谷尾さんから恨まれてしまう。そして自分を頼ってくる1年生グループの一人で、ある文子が寄宿破りをしている場面にも出くわしてしまい、それを誰にも言えず、一人で悩む。 そのために、マッキーやキッカから友達がいがないと絶好宣言、されてしまった。しかもコーラの証言によると、フミコは最近金遣いが荒いらしい。結局、フミコは子猫を拾ってしまい、それを寄宿の敷地で、こっそりと育てていたのであった。シーノが聞いた泣き声は、ある寒い夜に、フミコが、こっそりとスチームの入るトイレに連れてきた時に、ものであった。 真相を知ったシーノだが、どう仲直りすべきが悩むのであった。第三章、クリスマスラプソディシーノは、大学になった長谷夫さんに出会ってしまうが、家庭教師の一人である斉藤さんに助けられ、寄宿に送ってもらい、マッキーと出会う。例のデート受験以来、シーノは、高太郎の手紙をすべて封も切らずに捨てていたが、なぜかマッキーはそれを非難するようになり、喫下にたしなめられる。 しかしなぜかマッキーは以後もコウタロウを擁護するのであった。そこでシーノはマッキーはコウタロウが好きになったのではないかと推測する。一方で斉藤さんと町で再会したシーノは年末の大イベントクリスマスバザーで長谷さんからのお礼参りに対して守ってくれるように頼む。そしてコウタロウにはマッキーのために必ず来てくれるように頼む。当日、 シーノの側にいてくれる斉藤さんに光太郎は嫉妬する。長谷夫さんは計略を使って、シーノを呼び出すが、ま一発斉藤さんや二次子女子や、マッキーたちが間に合い、助かる。その時のマッキーの態度でようやくシーノは真実を、悟った。マッキーは、斉藤さんが好きなのであり、最近接近したシーノとの仲を疑い、光太郎との仲を取り持って、元の鞘に戻そうとしていたのであった。 第4章、きっかけきき一発吉化は、ある週末、シーノとマッキーに実家に遊びに来るように頼む。どうやら父親に最近漫画を描くことを続けているのではないかと疑われているらしいのだ。気乗りしない二人であったが、それを聞いて一文もなく、訪問を約束する。自分たちが良き友人であることを示そうとマナーの勉強をする二人だが、駅前で、幸太郎が、 女の人と歩いているのを見かけ、斉藤さんとのことも絡んで二人は、険悪な雰囲気で訪問する羽目になる。そのために、チームワークはめちゃくちゃで、帰って足を引っ張り合ってしまう始末。その後、二人は、喫茶が、門限になっても帰ってこないことに気づき、喫茶の家に電話を入れる。喫茶はすべてバレてしまい、転校することになるだろうと告げる。二人は憤慨し、喫茶の実家に向かい、 そこで菊花の父親に出会うなり応暴だなんだと文句を付け出してしまう。そこへ菊花が慌てて駆けつけ、二人を部屋に押し込む。実は菊花はただの風邪で前回の訪問で散々出会った二人に軽い気持ちで仕返しをしただけであった。実際には父親は漫画のことなどを忘れてしまっており、菊花に悪い虫がついているのでないかと心配しているだけだったのだ。 映画化を記念してコバルト85年冬の号に掲載された。長らく単行本未収録であったが、2012年発売の月の輝く夜にザ・チェンジに収録された。シーノを可愛いと思う虹子さんが白磁さんの巻き起こす騒動を高木さんと共に収集する。1985年に少女隊主演により、クララ白書少女隊紛として、 東方の配給で映画化された。同時上映は、吉川浩二主演、優夕たチャンスだった。公開日は1985年2月9日、クララ白書少女大糞に関するカテゴリー。ありがとうございます。